はい、皆さん、こんにちは。アジアで生きてるイエイエです。いやまた忘れちゃった。えー、今回もイエローケイちゃんでこの動画撮っていきたいなと思います。えっ、ー、とですね、えー、まずですね、今回のまずこの動画のね、えー、本題を始める前に、いやー、皆さんどうですかね、えー、昨日、おととい、おととい、2日前、3日前でしたかね、あのー、 例のですね、価値公職ライブが、えー、まあ、というかですね、経営庁ですね、経営の庁が、えー、具体的にね、えー、会見で言ってましたけども、えー、例のですね、あるお家の H 様、H 様の進学問題に関しては、えー、週刊誌の報道、何ぞやみたいな形でですね、報道規制を敷きましたね。それ以来、ピターッと止まりましたですね。 もう本当にね、えー、私最近ほん、もう特にこの経験問題話しているとよく思うんですけども、日本という国はね、何ぞやという感じをね、最近は非常に受け取ります。おかしいよね。っていう感じです。あれ以来、またピターっとね、H 様に関する話は止まりましたですよね。ちょっとね、この話に関しては、ちょっと私またね、強化したぐらいにまた別の動画をね、作りたいなと思ってますけども、まあちょっとね、今回はその話とは違います。で、今回も楽しく経験問題なんですけどもね、 えー、楽しくないんだけど、KK <laughs>、えー、に関してもですね、もう全然、あのー、具体的なですね週刊誌報道を含めて、ね、出てこなくなりましたね、特にあの今現在ニューヨークにとんずらしてるですねあの2人に関しては、ほとんど全くと言っていい報道ですね、出てこなくなりましたね。で海外の 例のデイリーメールだとかニューヨークポストなんかもそうですけども、その海外の俗に言われるタブロイド誌、タブロイド誌え、大衆誌関係でもですね、あんまり出てこなくなりましたよね。というか、全然出てこなくなりましたね。ここら辺もね、なんかね、うーん、まあ何かしらの力が動いてるかなというような感じを私は最近は受け取ります。という中で、え今回はですね、えー まあ、よくですね、この経験不妻と比較される、えー、話で出てきて、出てきてるのが、まあ皆さんもよくご存知のですね、まあイギリスというかアメリカというかですね、あのヘンリー王子夫妻。で、えー、このヘンリー王子という話になってくるとですね、これも1週間ぐらい前の話ですかね。 えー、イギリスに帰国する際にイギリスの警察に対して警備をつけてくれないと家族で一緒なんかとてもじゃないけど危なくて帰れませんっていうようなことに対してイギリス側としてはですねイギリスの警察側としてはとてもじゃないけどそんなものできないということで逆に突っ張れましたよねというような動画もね、えー、私1週間ぐらい前ですかねちょっと出させていただいたんですけども まあ、ある意味ですね、イギリスのその警察側の、えー、その回答というか対応も非常にピシッとやっておりますし、まあ、あのー、それをね、拒否されたヘンリー王子の方もですね、それでは帰れないなんていうことを言ってましたよね。で、今回はね、えー、ちょっとね、記事の内容としてはですね、トースポがちょっと出してたんですけども、じゃあそういったような中で、 これはね、あの、皆さんもね、まあ、ご存知かもしれませんけども、一応今年の3月ぐらいっていうことを言われてましたけどね、えー、ヘンリー王子夫妻、ヘンリー王子と、えー、メーガン元妃、えー、メーガンさんがですね、いよいよ今年、えー、おそらく日本で言うとこの春先ぐらいに、えー、そのイギリスの王室のですね、暴露本というか、自助伝というかですね、そういったような暴露本を出すでしょうっていうことがね、言われてたんですよね。 で、そういったようなことに関して、今回、変異リ王子がやっぱりまた帰れない。警備をつけてくれなきゃ危なくて帰れねえだろうっていうようなことを言ってるような状況ですと。で、それに対して、ちょっとトースポは記事を上げ取りました。で、どういうような記事の内容かというと、 えー、どうもですね、チャールズ皇太子がですね、この暴露本の内容を気にしてですね、えー、ぜひその、えー、ご自宅のですね邸宅のクラレンスハウスにヘンリー王子を迎えてですね、具体的に話を聞きたいみたいなね、えー、そんなような記事が載ってるんですね。じゃあそれに対して果たしてヘンリー王子が来るのか来ないのかっていうことはまだちょっとね、書いておりませんけども、えー まあそんなようなね、記事の内容なんですね。で、ちょっとね、記事の内容を見ますけども、えっ、ー、とね、特にね、ヘンリー王子がじゃあ実際にそういうような形で、まあ不仲、あんまり仲がいいというね、まあこれもね、あの、まあいろいろね、まあちょっと経験問題とは違う中でぐじゃぐじゃした関係がありましたよね。えー、でですね、例えばですけども、 またね、ヘンリー王子は金銭的援助を断ち切ろうとした父に対しても、今も怒り心頭だというと、公開されている王室の関連資料には、チャールズ皇太子が援助を止めようとした事実はないことが記されているにもかかわらずだ、だチャールズはヘンリーを自宅に止めることで本についてゆっくり話し、執筆に必要なことがあるか聞いて、 えー、やることを、ことを考えているということ。で、まあ、トースポンが記事に挙げてるんですね。えー、まあ、実際にここら辺はね、えーお、お互いのね、チャールズ皇太子とヘンリー王子がどういうふうにね、お互いのことを考えているかはちょっとわかりませんけども、まあ、いずれにしてもね、そういうような思惑があるんじゃないかなっていう話ですね。じゃあね、えー、なんで私こんな話をしてるかというと、 まあ今回の話に関しては、このチャールズ皇太子とヘンリー王子のね、えー、過去からの,そのしがらみというか、そういうことに対して、ヘンリー王子がね、警備つけなきゃ帰れないなんて言ってる中で、果たしてどうなるかっていう感じですけども、えー、このヘンリー王子とそのメーガンさんですね、のことをちょっとね、ピックアップさせてもらうと、その特に KK とですね、今現在ニューヨークにいる KK 夫妻と比較すると、 ちょっと私サムネイルに書いておきましたけども、まあいろいろね、核のしがらみだとかそういったようなね、ぐじゃぐじゃした関係はちょっと別にしてもね、やっぱりね、よっぽどね、経験不在よりもよっぽど、なんかね、そのヘンリー王子だとか、えー、メーガンさんの方がね、えー、筋が、筋だ、まあ、筋とは言わないな、ちょっとね、男気があると言ったらあれだけど、ちょっとね、確固たるものはね、ここら辺にあるのかなという気がいたしますね。 皆さんよくご存知の通りですね、経 f さんに関してはいまだに税,税金ジャブジャブしありませんけども、外交機密費使,使いまくりみたいなね、えー、なおかつ、えー、領事館では今現在、エムコさんに対しておそらく2人ぐらいね、えー、なんかつけてですね、専門官をつけて、えー、実際にお世話をしてるみたいなことがありますよね。それなんかに比べてですね、まあもちろんそのチャールズ皇太子とヘンリー王子が非常に仲が悪いというようなことも あることはあるんでしょうけども、きっぱり線を引いて、えー、まあ、それがいいかどうかは別にしてもですね、えー、例えば、ネットフリックスとですね、えー、その暴露話に関して、えー、具体的なドキュメンタリーに関してですね、巨額契約を結んだりして、今現在ですね、カリフォルニアに大邸宅、19億円ぐらいでしたかね、17億だから19億の非常に大きなところに住んでますよね。ある意味、独立してるんですよね、経済的に見ると。 まあ、もともとだって、あのメーガンさんはね、実際に女優でしたから、そういった意味でも、まあ、なんとか年金術にたけてるっていうようなことがあるかもしれませんけれども、そういったことは置いといたとしても、一応ちゃんと独立してるんですよね。別にその、イギリスの王室からですね、なんか援助を受けてるとかね、まあ、影ではあるかもしれませんけれども、そういったよこ,ことは別にしても、まあ、それ一応ね、暴露話というようなことで巨額のお金を稼いで、 家族一、まあ、家族を含めてですね、独立してるわけですよね。だからそういうようなことを考えるとですね、じゃあ、経験負債何なのと、さっき申し上げましたように、いまだに税金ジャブジャブ、いまだにですね、ニューヨークの総領事の、まあ領事館のですね人を使ってるとかですね、で、えー、つい先日もね、クリスマスのイブイブで、えー おそらくはキャロライン・ケレディさんを訪問したんじゃないかなとかね。これから2月の試験に向けて、もうおそらくはですね、押した場合のシナリオも A プラン、B プラン、C プランとかね、作ってるはずですよね。でもその A プラン、B プラン、C プランって何なんですかって結局ね、自分たちが考えられないから、いろんな人が考えてるわけですよね。そのニューヨークのある弁護士の方とかね。それこそ経理の長だとか外務省なんかも含めて、いろいろ考えてるわけですよね。 だそういうようなことを考えると、結局、あのニューヨークのトンズラをしている、ね、2人っていうのは、何にもね、もう自分のこと本当に考えてるか分かりませんけども、結局ね、もうずっとね、もう人の、えー、お世話になりっぱなしと、全然独立をしていない中で、なんかじゃないけど、結婚して、トンズラして、ニューヨークに逃げて、で、えー、日本の国民からの少しね、えー、視線が届かないところで、税金使いまくっている。 じゃないかっていうね。ちょっと私の憶測的なものもありますよ。もちろんね。<laughs> ありますけども、そういったようなことがもう見え隠れしてるというような中で、そういったようなことを考えると、まあ今回はね、えー、そのチャールズ皇太子とヘンリー王子のね、まあ格索、まああのね、えー、いろんなね、えー、不仲の原因だとかありますけども、ある意味ね、あの、ヘンリー王子に関してもですね、じゃあイギリスからイギリスの警察から警備できませんということが、 が、えー、伝えられました。それによって、じゃあ帰らないよとかですね。帰れませんよとか。でも、本人、このヘンリー王子夫妻に関しては、一応、まあ、その、お金の原資は、どういう、どういうものであれでさえであったとしてもですね、一応独立してるわけですよね。経済的な観点から言うとね。それだけを考えるとですね、えー、なんかね、えー、まあ、 ちょっと人によってね、いろいろ見方はあるかなと思いますけども、その今ニューヨークにトンズラしちゃってる2人に比べたら、よっぽどですね、なんかね、ちゃんとしてるかなというような気がしてるんですね、最近は私はね。まあ皆さん、どのようにね、 思われるかもしれませんけど、他はちょっとね、分かりませんけども、いずれにしてもそのイギリスの王室とヘンリー王子っていうのは、完全に、ね、やっぱりイギリス国民も全然もうだっていう形がね、非常に世論がね、大きいのでっていうことがありますけども、完全に一線を画して、ですね、特にお金の面とかそういったような観点で言うと、やっぱり一応独立してるわけですね、彼らはね。 それに対してて経験は何なのっていう感じですよねこれで本当ねちょっと私もまた別,別動画を作りますけども、えー、2月の試験本当受けるかどうか分かりませんけどもそういった中でね果たしていつになったら独立ちゃんとね特に経済的な面ですよねちゃんと、えー、まあ世間一般的に言うですね一般国民としての生活をいつになったら作れるんですかっていう話ですよね。 いつまでたっても作れえー、ということでちょっとね今日はたまたまトースポの方で、えー、まあチャールズこれね本当にどこまで本当か分かんないけどねチャールズ皇太子が本当こんなことを考えてるか分かりませんけども、えー、ご自宅のですねクラレンス・ハウスの方にヘンリー王子を是非迎えていろいろその暴露本の内容をね精査したいというような話を 考えてるのかなみたいなね、記事だったですね。でもそれを考えると、やっぱり経験不在と比較するとやっぱり全然違うなというね、そういったようなことをちょっとね、お伝えさせていただきました。皆さんまたどのようにね、お考えになるでしょうかありがとうございました。失礼します。バイバイ。